チャオ、あっちゃんです。今日は12月の16日、金曜日、昨日病院行って、オフ会して病院行って、めっちゃ楽しかった。楽しかったけど燃え尽きちゃった。眠い、疲れた、眠い。で、朝から言ってたらダメやね。今日は金曜日、金曜日じゃない。今日はこの土曜が上がるのは この動画が上がるのは土曜日朝、ね、みんなはすっきり楽しいお休みじゃない人もいてるけども、週末を楽しんでる日やのにね、疲れたよぐねーんってなってるあちゃんがね、みんなの前に現れるとみんなもぐねーんとなったから、あちゃんも元気出します。はい、ということでね、朝からご飯を食べようかなと思って、今9時10分ようやく目が覚めかけてるかなってぐらいで、もう眠い。なんて言ってもダメやね。楽しんできてんから、楽しんだ次の日は元気パッチリでないとダメやから、元気パッチリなあちゃんが朝ごはんを食べてね、みんなと一緒に朝ごはんを食べて元気な一日を過ごしましょうっていう動画を撮っていきたいと思います。で、無理してね、みんなあっちゃん元気だよなんてやったのさ、偽物やからね、ほんまのあっちゃん、元気になったあっちゃんでみんなにお届けしたいと思います。はい、何のこっちゃらねえけどもね、昨日ねサリーサリーさんがというかな、朝日ポンズと一緒にね、食パンを、はい、ちょっとね、朝日ポンズのおもりでちょっと潰れちゃってるけど、生で食べてねって言うから、こうバッてちぎって食べてねって言うから、とりあえずね一口目ね、ワイルドによいしょよいしょよいしょ、ぐっとちぎっていただきます。このほらミミンとかちゃん好きやからさ、食べよう。おいしい。パンのね甘みがすごい。サリサリさんありがとうございます。野上高級生食パン専門店、野上のこだわり、卵は使用しておりません。最高級カナダ産 100% 小麦を使用しています。焼かずに美味しく食べられるので、高級生食パンのこだわり、職人が一つ一つ丁寧に焼いてます。生で食べてねって言ってくれとったからね。生でいただきます。食べちゃった。甘い。美味しい。なんかこれ一本一人で食べられそうな。めっちゃ美味しい。いつもね、朝何飲んでんのってコメントも出てるけど、コーヒー、ここ最近ずっとコーヒー飲んでんだけど、ね、カップにインスタントコーヒースプーン1杯分ぐらい入れて、水入れて、で半分ぐらいで、半分ぐらいミルク入れてレンチンしてんね。最近あっちゃんの朝のドリンクはそんな感じ。こうね、食パンを一気に、一斤じゃない、これ二斤やね、一本、こうちぎりながら生で食べるってすごい贅沢な。中の白いとこ、おいしい。耳がすごい柔らかいし、おいしいね。
コーヒーに合うわ。そんな感じ、ほんまにね、いい小麦粉を使ってなかったら生で食べたらあれやからね、だけど生はすごい美味しいね。焼かずに食べてねって言われたもんね。ね、うん、昨日はほんまありがとうございました、うん、楽しませていただきました。またね、動画編集してあげるからね、うん。子供すごい喜ぶと思う。今日はね、うん、子供ちゃん、明日の朝これ子供ちゃんにね、食べさせようと思います。うん、おいしい。ね、コメント、母からいっぱいコメントもらっててね、ありがとうね。ね、昨日ね、お二人参加してくれた人、参加できなかった人、みんなね、コメント欄で、ね、いろいろお話してくれてて、ね、めっちゃ楽しかった。ね、参加してくれた人。ね、できなかった人、またね、いつかみんなと会えることを楽しみにしてます。はい。ね、リーサリーさんがね、うん、昨日は一言も喋れなかったって。嘘つき。一人喋っとったやっけ。まあ、リーサリーさんよく楽しかった。もうめかえね、もうコメント通り。コメントの通り。人柄のいい、すごい優しい人です。はい。ね、ありがとうね、ほんまに。うん。おいしい。止まらへん。美味しいわ。うん。昨日ね、うん。昨日ね、来てくれたハリサリさん、アイちゃん、で、マンちゃん、で、ゆっこさん、ウニちゃん、ありがとうございました。で、途中ね、オフ会は、ね、参加できへんかったけども、ニエさん、ありがとうございました。で、お家まで送ってくれた視聴者さん、ありがとうございました。はい。うん。名前出して聞くん忘れたから送ってくれた人ありがとうございましたって、一応名前を伏せさせていただきます。ね、ってことで、うん、嬉しかった。またね、大阪行く機会が増えてくると思う。うん、なんか来週火曜日病院ね、心理検査で行かなあかんから、うん、また火曜日ね、大阪行きます。この火曜日は、オフ会、わかんない。うん、火曜日ね、20日、12月20日やねんけど、朝10時、ちゃうわ、11時から、心理検査あるから、朝一番にね、もう天王寺入って、で、その後自由になる。まあ、20日、またね、夜には帰ってこなあかんから、昼間ちょっとね、うん、所用で、まだ分からへんねんけどね、震災場所方面行こうかな。あっちゃんの時計の電池が切れちゃったから、カルティエね、うん、だから、カルティエのね、ブティックのとこに渡すと、ブティックっていうか、なんだ、百貨店入ってるところに預けると、数日預けやんなんねんね、また取りに行かんなんねんけども、でもカルティエの、震災橋のカルティエやったら、
待ってる間に1時間ぐらいの間に電池交換してくれんねん。だから病院行ってカルティエで電池交換依頼出して、お昼食べてる間に戻ってきたらできてるから、うん、いつもそんな感じ、うん、とかね、待ってる間にしてくれる、10分、待ってるよって言ったら15分とかで電池交換してくれたりもするから、だからカルティエにも直接持っていきたいからね、うん、心斎橋行こうかなと思ってます。でバッグね、みきちゃんが持ってたシャネルの黒のバッグあるんだけど、結構黒のバッグやからいろんなものに合わせやすいんだけど、上のファスナーがね引きちぎれたん、ビチンって持つとこがね。だからあれも修理したいし、あとね、ディオールのバッグもね持ち手がちぎれたから、そこのとこの修理したいなと思ったりもするんだけど、なかなかね行くことがないんで、うん、どうしようかなと思ってて、それをね次回行こうかなと思って、行ったらとにかくなんだけどね、バッグは、うん、なんかこんな感じで、20日の日は心斎橋の方行きたいなと思ってんだけど、うん、見たオフ会とまでできへんけど、一緒にね会ってお話ししたりとか、コーヒー飲んだりとか、昼ご飯食べたりとかできる人がいたらまた参加してください、20日の日はねオフ会は微妙、わからないと思います、はい。で、年明け1月の25日水曜日はまたいつも昨日と一緒で、夕方4時から診察やから、それまでの間またねオフ会できたら楽しいなと思ったり、あとね本当にもう病院とかじゃなくフリーでオフ会を1日やりたいなと思ってるんで、その辺昨日のね何かの動画でも言ったと思うんだけど、企画したいと思います。まったのがまたそんな感じでやりたいと思ってます。で今年はね、もうなんかなんだかんだでバタバタしてるからだけど、年明けいろいろやっていきたいと思います。ほんまに年明けたらみんなと会いたいなと思ってるから、全国でオフ会できたらなと思ってます、はい。ということで、今回も、あっちゃん一人ではね何もできないけど、みんなに支えてもらってオフ会楽しみました、ありがとうございました。ほんとみんな視聴者さんに支えられてるなーって、あっちゃんねるはみんな視聴者さんのおかげで、いろいろ楽しませていただいてるなって、ありがとうございますって思います。本当ありがとうね。ということで、またいろいろやっていきたいと思います。では、またね、今日も一緒に食べてくれてありがとうね。今日はほんまに生食パンめっちゃ美味しい。止まらへん、止まらへん。めっちゃ美味しい。ふんわりしててね、耳もね味がすごい入っててちょっとすごい味が美味しくてね、硬くなくね美味しいねんね、耳も好きやからな、止まらない。白いとこで中もねふわふわで美味しいということで、今日のあっちゃん、昨日サリサリさんにいただいた、野上の高級生食パンいただきました、ありがとうございました、美味しかったでこの後ちょっとねコーヒー飲んでゆっくりしてお着替えして元気になったら動画編集したいと思います、はい。サリサリさんの、ね、約束で動画ちゃんと編集します。で面倒くさくなったら動画編集なしでそのままさらっと上げますそうそう、ちゃんと編集します、はい、チェックします、はいということで、これから動画編集して今日金曜日、じゃあまた楽しい一日を過ごしたいと思います。ではまたね、バイバイ。